ミフ FP 保険チャンネルでございます。本日のゲストはファイナンシャルデザインジャパンさんのですね、板倉さんと加藤さんにご登場いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。板倉さんは2回目登場で、はい、大変再生数も多くすごくいい動画でありがとうございました。前回はご出演いただきまして、今日は加藤さんはファイナンシャルデザインジャパンさんの社員さんなんですか？はい、そうです。社員さんですか？はい。あ、そうなんですね。噂は聞いていたんですが、相当今すごいということで伺ってます。まあ、ちょっと改めて簡単に自己紹介の方からしていいですか？ファイナンシャルデザインジャパン株式会社の代表の板倉です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ファイナンシャルデザインジャパンの加藤慎太郎です。はい。今年24歳になります。若いです。前職は何やってたんですか？前職は大手の人材の法人営業をやってます。法人営業やっていて、はい、社会人歴もそんなに長くないってことですか？そうです。今3年目に入る時。3年目。はい。なんかちょっと簡単に2023年の成績というか、どれぐらいやったのかっていうのを最初に聞いていいですか？ヒホでいくと、はい、今週で5ヒホ新規でやっていて、このままいくと250人ぐらいを目標に今やっています。はい。AC でいくと1期目で4000万ぐらい、 4000万ぐらいの着地で、2023年は4000万。でも COT はやってらっしゃる？ COT は、はい。へえ。年末かなりすごかったみたいな、さっき聞いたんですけど。はい。31と1日も申し込みで、はい、あ、12月31日申し込み、はい、1月1日も働いたってことですね。はい、朝6時から申し込みして休んでないんです。はい、1日も休んでないです。なんかちょっと板倉さん、なんかプレッシャー感じるんですけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？緊張してるんです。緊張してますよね、だいぶ。はい、休みなしでやってらっしゃって、はい、昨年ですね、 COT やってらっしゃるってことで、今年もなんかめちゃくちゃすごいっていう聞いてて、2ヶ月連続1000万円1000万円やってます。11、12で1000万ずつずつやってます。どういう働き方してるんですかね？個人保険ですか？個人保険オンリーで。オンリーで。はい。ちょっとその辺あの紐解いていきたいなと思うんですけど、はい、社会人3年目で保険業歴が2年目に入るっていうところですね。もともとどういうきっかけで入ってきたんですか？大学2年生の時に社長から、はい、当時プルデンシャルの時に、うん、商談を聞いて、はい、死亡保障に入って、その時から人間的な部分で尊敬もあり、なおかつこう保険業界にずっとこう興味があって、うん、まあ、いつかこう一緒に仕事をしたいなっていうところを思っていて、はいはい、社会人1年目半年、10月ぐらいで退職をして、うん、1月のタイミングで入社したって感じ。ちょっと社会人磨いてからみたいな感じですね。はい、すごいですね。板倉さん、どういう教育というかどういう教え方してるのかなって簡単に聞きたいなと思うんですけど、なんでそんなに売れるんですか？基本的には、はい、あのプルデンシャルで学んだ通りのことと、はい、私自身が実践してきたことを教えてきただけなんですけど、はい、仕事の仕方としては最低限毎週5人の方から保証の預かりができるようなスケジュール管理をしていくというところと、はい、空いてる時間で必ずほうれん草を徹底させて、うん、で作戦会議を毎日やるっていうところ、はい、うん、なのでタイムスケジュールを、こっちが管理してあげることで、うん、書籍も管理できるっていう状態を1年間維持したというところです、はい、じゃあもう本当にもう密に連絡取り合って報告してって感じなんですね。はい、そうです、うん、毎日基本的には電話をしたりとか、はいはい、連絡を取っていました。はい、結構なんかマシーンのような、機械的なように見えるんですけど、はい、ちょっと機械じゃないですよ。やらなかったっすね。すごいですね。はい、でも休みなしでじゃあ、バンバン。そうです。出したんですね。まあ、休みなしと言っても、アポを埋めていく作業って結構大変だと思うんですけど、はい、みんな一日にやっぱりたくさん入れたいと思うんですよ。保険、6件。最初、どうやってやったんですか？そのアポイントの取得とか。はい、最初は家族だったり、はい、友人から、はい、まあ、お話を聞いてもらって、うん、そこから完全にこう紹介オンリーで今もやってるって感じです。はい、最初から結構うまくいったんですか？そうですね、はい、こう社長が成功したやり方をそのまま丸パクリだったってところはあるので、はい、あ、じゃあもう板倉さん最初何やったかっていうのも全部そのままインストールさせたみたいな感じですか？はい、でやりながら自分なりにちょっとこう工夫したりとか変えたりっていう形でやってますね。じゃあもう紹介業だけですか？そうです、紹介業のみでやってます。紹介出ます？出ます。出ますか？はい。出ないくはないんですね、無限連鎖。そうですね、無限連鎖で今動いてます。じゃ
じゃあもう尽きることないっていう感じですか、行き先ってどうなんですか。まあ、一応紹介は出てますけど、はい、毎週やっぱり不安は常にあります、うん、あ、はい、そうなんですね。なんか本当に誠実そうというか、まあ、お話するの初めてかもしれないですけど、はい、本当になんか真面目で誠実で、そんなに稼いで何に使うのかなと思うんですけど、はい、めちゃくちゃストイックなんですか。そうですね、なんかもともと性格的には結構ド M なとこあるから、はいはい、まあそうですよね、営業班とかはやっぱりド M じゃないとやっていけないですもんね、はい、いやでも2ヶ月連続1000万とかって23市とかで行かれるマーケットっていうか年代も同年代ぐらいだと思うんですけど、どうしても20前半だとそんなにお金稼いでる人もいないかなっていうイメージなんですけど、はい、だからちょっと違うマーケットなんですね。はい、基本的に今はサッカー選手オンリーで、はい、プロのサッカー選手ですね、Jリーガーとかですね、はい、それもともとどういうきっかけできるようになったんですか。高校が市立船橋高校でサッカーをやっていて、はい、そこのつながりで、うん、まあ、こう商談をさせてもらって、うん、そこからの紹介で広がっていったって感じです、なんか最初の1人目とか2人目とかに契約してもらうと、うん、はい、結構その紹介ってこう出てくるんですか、はい、そうですね、はい、まあ、サッカー選手はサッカー選手用のこう商談とか、はい、うん、話す内容を考えたりしていたので、はいはい、そこがうまく、サッカー選手用の提案というあるんですね、はい、それあります。野球選手とかもまあそういう感じなんですね。そうですね、はい、それで気に入ってもらって紹介出るんですね。そうですね、先週は15人ぐらいサッカー選手、15人、はい、1チームよりもあの11人が多い、はい、そうです、はい、試合できちゃうんですね。そうですね、じゃあ全国そうなんです。オンラインで今8割ぐらい、はい、基本的にはオンラインでやりながらも、はい、商談が進んでいく中でお会いしに行ってっていう形でやってます、うんうん、そうなんですね。なんかまだ全然読めないんですけど、はい、矢倉さんちょっと解説をお願いしていいですか。なんかあの、はい、ポイント2つあって基本的に X ですごい知り合いがいて、うん、数字をボーンって上げましたみたいのじゃなくて、彼の場合はご紹介で行きたい先に行って、うん、でお役立ちをした結果、うん、巨石が上がってるっていうのが一つポイントかなっていうところと、二、はいはいはい、つ目はオンライン8割やってるんですよ。おうおうおう。なのでご紹介いただいて、全てこう対面で行ってるのではなく、うん、オンライン8割やった上で、うん、しっかりとお役立ちして、はい、お預かりしてるっていうところがすごいなというふうに思います。まあ結構昔だとやっぱ対面じゃないとお客さんの心つかめないよみたいな、うん、イメージある方多いと思うんですけど、うん、オンラインでもそんなに変わらないです、うん、はい、最初は結構僕もそういう考えでやってたんですけど、はい、やっぱどうしてもサッカー選手だと本当に日本全国にいるので、うんうんうん、移動でこう1日終わっちゃうってことがあって、入社して3ヶ月目ぐらいで初めてオンラインを始めて、うん、そこが結構うまくいって対面とあんまりこう変わらない感触で、そこからオンラインを導入していったって形です、はい、やり方は別にそんな変わらない。もう本当に対面とやってることは一緒です、ね、はい、ちょっと紹介の出方というか話せる範囲でもいいんですけど、どういう流れで出るんですか。そうですね、やっぱ人によって紹介のやり方は分けてるんですけど、うん、はい、まあ、やっぱり一番は思いを伝えて、はい、こういう思いで今仕事してるので、うん、大切な人のご紹介をお願いしますというところと、はいはい、あとはやっぱりこの業界ってこう、うん、ずっと長生きしていくのが、はい、まあ、難しいって言われてる中で、うん、分かっていただいた方をずっと守りたいっていうところの思いを伝えるっていうのは基本的に行っていることです、はいはい、最後とかに伝えますか。商談最初に伝えて、はい、2回目も伝えて、はい、3回目も伝えてみたいな、はい、毎回こうジャブを吸い込んでいくんですね、はい、そうですね、じゃないとやっぱりなかなかお客さんを忘れちゃったりとかしますよね、はいはい、でなんかうまくいかなかった時とかないんですか。そういう時期っていうか最初から結構いい感じなんですか。そうですね、なんかいい感じっていうふうに思ったことはあんまりなくて、本当に常にやっぱ不安と危機感があって、はいはい、それをなくすためにこう行動してるみたいな感覚でやってるので、うん、そうなんですね。でももともと初めこう思ったような結果ではなかったです、はい、理想と現実は実際には乖離してたん で、うん、で彼から相談があって、うん、当時あの弊社の、はい、新横浜にある横浜支社に在籍してたんですけど、はい、うん、まあ、彼もこのままじゃまずいっていう危機感があって、うん、私に電話が来て、はい、ちょっとまずいんで何とかしたいですって言ったんで、うんうん、じゃあ浜松引っ越してこいって言って、うん、次の日に浜松家決めて引っ越してきました行動力やっぱ違いますね。なので家にまだカーテンがない
カーテン必要ないってことですよね。もうベッドと洗濯機の何もないです、ね、ストイック部屋ですね、はい、娯楽なんていらないと、はい、板倉さんのところは非常にこう生産性が高いイメージなんですけど、まあ、加藤さんも筆頭に皆さん結構やってらっしゃるイメージがあるんですけど、うん、今何人いらっしゃるんでしょうか。4月までに入ってくる人が大体募集に20人オーバーぐらいあるかなっていうところで、はい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 、皆さんお若いですか。平均年齢が多分28、29ぐらい、28、29思います。僕25で原料館行ったんですけど、はい、20まで全然売れなかったんですけど、なんか独身の時ってちょっとバイアスかかっちゃうみたいな、みんな独身だしそんな保険入れないでしょみたいなあったんですけど、20代は20代なりの提案の仕方というかあるんです、営業の仕方は。そもそも会社設立したときに若者が躍動できる環境を提供するっていうのが理念だったので、20代前半でもやっぱり保険業界で活躍していくってことはこの業界では必要ですし、死亡者の大切さだったりとか老後の大切さっていうのは20代前半でも堂々と30代40代50代の方にお伝えすることはいいんじゃないかというふうに思ってますので、うんうん、はい、それをこう弊社で実現させていきたいっていうところで、うん、はい、まあ、現状やってるっていうところで、そうなんですね、はい、結構生産性高いとか皆さん平均的に結構売れてらっしゃいますよ。しますまあ言える範囲で、まあ、だいまあ90、11で単月平均が180万ぐらい、はい、180万。12月はみんな頑張ってて、はい、280万ぐらい平均でやってました。全体的に全員が売れていると、うん、あんまりそこからこうはみ出ないというか、やっぱみんなこう生産性上がるものですよ、はい、環境がやっぱそうさせると思います。環境だと思います、ね、はい、まあ、板倉さんがそういう環境にしてるってことですよね。まだまだ何も言えない。やっぱ怖いですか。めちゃくちゃ優しいです。優しいです、はい、それも言わされてるところですか。そうなんですね。未経験の方は半分以上、6、7割未経験なので、むしろ未経験採用に最近は力を入れてまして、はい、やっぱりスポンジ状態の方が保険の保証っていう認識がすごい深く入りますし、はい、うん、あとはやっぱり未経験採用してこの業界で活躍するっていうところに、うん、面白みを感じてるんで、はいはいはい、なんで MD 入ってたり COT の人を採用して結果出させるっていう、はい、難しくないじゃないですか。確かに、もともとね、持ってるものがありますもんね。ただ未経験とか、うん、こう MD 入ってない方が、うん、こう MD や COT 入っていくっていうところに業界の魅力を感じてるので、でそういう方々を、まあ、救ってあげたい、成長させてあげたいっていう思いは強いです、うん、純粋な保険営業マン世の中的にもそう良くない。そうですね、もう保証売りしないとダメだって言ってるので、うんうん、何屋さんって聞いて、はい、貯蓄屋さんか保険屋さんかっていうところでよく会社で議論になってますけど、はい、保険屋さんとしてやろうっていうふうに言ってます、うんうんうん、本当に大事な部分は忘れちゃいけないよっていうことですね、はい、なんで独身でもみんな基本歌手をお預かりして、はい、へー、どういうふうに提案するんですか。独身ですよ。あの自分自身が大学の時にこう保証に対して結構腑に落ちてた部分があったので、うん、なんか逆にこの業界に入ってきてびっくりしたというか、うん、あ、普通の人ってあんまり考えてないんだなとか、はい、そこのギャップは最初あったんですけど、はい、教育と本当に正しく伝えるっていうところを常にやってます、はい、保険の商談になるともうすごいスイッチ変わるんですか。変わると思います。ですよね。ちょっと緊張してますか。すごくおとなしい感じの風な印象が動画内ではちょっとなっちゃうと思うんですけど、めちゃめちゃ切り替わってマシンというかなるんだろうなっていうのは思いました、はい、キレキレの時また見たいですね。いつか見に行きますか。密着みたいなしたいですね、はい、今年はもうだって TOT もほぼ、はい、もう COT は決まったので、もう決まってるんですか COT、はい、まだ今年始まったばっかですよ。年齢関係ないですね、本当に。でも彼真面目なんで、うん、お客様にも全力ですし、うん、フォーミーはダメっていうふうに言ってるんで、うん、そういうところのこうバランスがうまく取れて、はい、お客様にも伝わってるなというふうに思いますし、うん、あとは言ったことしっかりできるんで、うん、それはこの結果は妥当かなっていうふうに思います。あ、そうですか、はい、全然別に奇跡でも何でもないってことですね、はい、保険業界最近若い方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、それはあんまりうまくいってない方もいらっしゃると思うですが、加藤さんから見たらですね、どういう違いがあると思いますか。そ
そうですね、やっぱり社長と常々言ってるのは、はい、まず自分が言ったことはやりきろうっていうところで、うん、じゃあ目標設定した中でスムーズにいかないこともあると思うんですけど、うん、そこで常にじゃあどう軌道修正したら目標に対してこう進めるのかっていう現状把握と常にこう修正をしていくっていうところはやってるので、はい、なんとなくこう掲げた目標ではなくて、はいはい、ちゃんとこれをやっていけば目標に行けるっていうところはこう常に意識してやってます。じゃあ常にまあ修正とかも反省とかもして、うん、そうですね、それを繰り返していくんですね、はい、トライアンドエラーってことですね、はい、自己分析なんかもすごくやってらっしゃるんですね。はい、いや本当になんか一回り上上なんですけど、頭上がらないですね。板倉さんはもう加藤さんのような方をたくさんこれから輩出していくというか、育てていくっていう側の方がですね。はい、私個人的にも結果を出していきたいなっていうところがあって、はい、でその結果って何っていうと、自分以上の人を育成して育てていくっていうのが、はい、マネジメントの一番の見どころ、はい、やりがいだと思いますので、はい、それを今間近で感じているのはすごい幸せだなというふうに思いますし、はい、やっぱこの成功する秘訣っていうのは、うん、感情面じゃなくて、はい、こう論理的に意味があるっていうふうに思ってるので、うん、それがノウハウとして私もこうマネジメントをやってきてこう確立できてきてはいるなという実感はあるので、はい、若者世代とか悩んでる方にもっとこう伝えていきたいなというふうには思ってます。本当にでも業界外からもどんどん保険業界入ってきて、はい、まあ、20代でも成功するって本当にベンチマークだと思いますので、うん、逆らさんのところで働きたいという方もぜひ直接連絡していただいたりとか面接していただければと思います、はい、実は YouTube 見て逆らさんのところに連絡された方でいらっしゃってね、入社された方もいらっしゃるんですよ。そうなんです、ありがとうございます。いや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 、もう結構どうですか、成功されてらっしゃるんですか。これから伸びてくるなっていうところ で、 ああそうですか、今成長段階にいるんで、いや楽しみですね。はい、はい、まあ、2回目 YouTube 登場いただいて、今後板倉さんのところで、まあ、働きたい方ってやっぱりいらっしゃると思いますし、ただやっぱり代理店に所属していてなかなか出れないとか、一社専属でまだ結構頑張りたい、もうちょっと頑張りたいみたいな方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、そういった方はいきなり入社っていうのはなかなか難しいと思いますので、ちょっと板倉さんに教えてもらう仕組みというかですね、一回ちょっと板倉メソッドを伝授するセミナーを開催させていただけるということで、はい、そちらの告知もやらせていただければと思います。一回2月の下旬と3月の上旬に、まあ、オープンセミナーということで、あの無料のオンラインセミナーを開催させていただきますので、そちらでちょっと1時間とか2時間の、ね、時間になると思うんですけど、どうやってこう加藤さんのようにスペシャルプレイヤーをですね、まあ、育てたかと、どういう、こう、メソッドでやってらっしゃったかっていうのを話していただけるということで、はい。はい、楽しみにしていただければと思いますので、ちょっと板倉さんからかメッセージいいですか？そうですね。はい、私も、マネージャーの仕事ってよく言うんですよね、はい。トップ営業マンってマネージャーできないとか、うん、教え方わかんないって言うんですけど、はい、まあ、そういう概念を覆したいなって思って、この2年間やってきて、うん、すごくこう、自分自身に矢印を向けてどうしたらこう成功するんだろうっていうふうに研究してきたんですけど、やっぱり成功の確率を上げるって方法はやっぱマネージャーはすごいあるなというふうに思ってて、もちろん感情的な部分もありますけど、論理的にそれを作ってあげることで伸びていく人っているんじゃないかなと思います。ただ残念ながら個人的にはマネージャー陣がもっと伸びるであろう子たちを潰してしまっている業界でもあるのかなって最近思ってるので、そういう子を少しでもね、いい方向に持っていけたらいいんじゃないかなっていうふうには思っています。はい、ありがとうございます。はい、加藤さん一言。はい、そうですね、やっぱりまだ24ってよく言われるんですけど、はいはい、本当に年齢は関係ないなっていうふうに思ってるので、やっぱりこの業界まだまだいいように思われないこととかも多いんですけど、こう正しくやっていくっていうところを、まあ、モットーに持ちながらこの業界をもっとさらにいい業界に変えていけたらなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。もう加藤さんこの後もこの先もめちゃめちゃ活躍されると思うんで、憧れられる存在になるんじゃないかと思ってます。はい、このチャンネルでもちょっと密着させていただければと思います。はい、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。今日は来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ファイナンシャルデザインジャパンさんの板倉社長と加藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。顧客フォローって大変だよね。新規顧客の開拓にばかり時間がかかって、
そんな悩みを解決するのがつなぐんです。毎週更新される金融 FP 系のアニメーション動画で顧客フォローが楽しく簡単に続けられます。しかも LINE 公式アカウントから一斉送信できます。さらにつなぐんでは LINE 公式アカウントのリッチメニュー作成もサポート。自己紹介ページや過去動画も見れるようになります。つなぐんのおかげで顧客からの紹介や追加契約が増えました。月額5980円から始められるつなぐん、1年に1件でも契約がお預かりできれば使用料の元が取れちゃいます。つなぐんで顧客フォローを強化し保険営業の成果を上げましょう。詳しくはつなぐんのウェブサイトをチェックしてください。